はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の分数式の計算丸1をお送りします。で、前回までね、整式の割り算やってきたんですが、ここから分数式やっていきます。で、今回は全部で6問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上の4問に関しては、約分して規約分数にしようということで、とにかく約分できるところまで約分してってことです。規約分数だからね。なので、まず1番からいきます。で、これは上と下を見たときに、まあね、ごちゃごちゃしてますけど、とにかく数字も文字も約分できるものしていけばいいだけです。で、俺は特に数字と文字を分けて考えるので、まず数字からいきます。で、48と8なんで、ここ、こうやってやって8で約分すると1でしょ。で、下が6か。で、6と1なんでも約分できないと。で、次文字約分いきます。で、まあ A と X と Y っていう3種類使ってるから、まず A だけ見ていくと、上は1個、下が2個です。だから上の1個、下の1個消すから、ここの2を消しちゃえばいいよね。で、A が下に1個残ります。2個と1個だから消し合うとこうなるからね。1と0になる。で、X は逆で、2乗と1乗になったら消し合うとこうなるんで、1と0残るでしょ。だから、1残って0と。下はなくなるっていうね。で、Y の2乗、Y の2乗。これ2乗2乗で同じなんで、両方消えます。こうやって。いい？で、これは、俺の全く完全な好みなんでやんなくてもいいんですけど、約分がごちゃごちゃしたときは、残ったものに丸をつける癖をつけるといいです。たまに約分してここの計算合ってるのに、ここに書く答え間違う子って出てくるんだよ。結構ね、いろんな子見てきた中で、それはごちゃごちゃしてって見逃すんだよね。だから、例えばこうなったときに6でしょ。で、 A が残ってて下はもうないよね。で、上は一応1もつけるか。1と X が残ってる。だから下は6と A なんで、 6A 分の、上はね、1はいらないね、 X だから X で、これで正解になります。いいかな。まあ、この丸に関してはね、本当に俺の好みなんで、まあ、もしよかったら使ってみてください。で、次が X の2乗マイナス 4X プラス3分の X2 乗マイナス 3X プラス2です。で、これに関しては絶対間違ってもやっちゃいけないのが、ここの2乗とここの2乗約分しちゃダメだよ。これダメです。なぜなら、これね、掛け算でつながってるんで1個なんですよ、項としては。でも、これは項はポンポンポンって全部分かれてるんで、その1個1個ではできません。ここが掛け算とかでつながってればできるけどね、それは。じゃあどうするか。で、こうなったら、もう下の式も全部そうなんですけど、分母と分子に関して展開できないかなって、間違った、ごめん、因数分解できないかなっていうチェックをします。いい？で、大体できるから。で、例えばこれもね、まず下行こうか。これ因数分解すると、マイナス3とマイナス1かで、なるね、こうなると。で、上もやっていくと、これマイナス2とマイナス1になるね。こうやって両方因数分解できる。いや、そうすると何が起こるかっていうと、あれって括弧の中同じじゃねっていう。で、今回ここは掛け算で、ちょっと見えなくてごめんね、つながってるから、これひとまとまりって考えれば同じなんで、決して大丈夫です。同じだから。ってことは、これとこれが残ったでしょ。で、それを書くだけだから、もうこれ、これしかないんでね、括弧わざわざつける必要ないので、x-3 分の x-2 と、こういうふうに解いてください。いいかな。じゃあ次、ここは青にした方が見やすいかな。じゃあ青でいきましょう。で、次が 12x2 分の 4x3 プラス 8xy の2乗です。で、これも間違っちゃいけないのが、ここの12とここの4を約分とかしちゃダメだよ。いいね。で、これはね、ちょっと復習しますけど、中学生をね、指導していく中でもすごい多いミスが、ここにいいか、ちょっと消しちゃうけどね。例えば、2分の 4x プラス5ってなった時に、これをね、こことここを約分する子出てくるんだよ。2と1って。
これダメだからね。これやっちゃダメです。で、よくこれに関して俺同時訳文っていう言葉を、これ勝手に俺が言ってるだけなんだけど、同時訳文っていう言葉をよく使っていて、ちょっと問題変えます。例えば、2分の 4x プラス6って、まあ、これを訳文しようと思ったら、これ訳文できるんです。でも、これね、こことこことここを全部一気に同時に訳文しなきゃダメなんだよってよく教えてたの。で、そうすると1と2と3になる。全部2で割ると。で、これは OK なの。これで 2x プラス3って。で、これと全く同じことをやります。こことこことここを同時訳文すればいい。いい？で、ちゃんとした教え方は、分子、上の部分ね。この上の部分を 4x でくくり出してっていうのが正しいです。それでもいいんです。もちろん。いいんだけど、今回ちょっと同時訳文にやらせてください。だからもちろんそれでね、くくり出してやって答え一致すれば大丈夫だから。で、どうやるかっていうと、こことこことここをね、まず数字からいきます。12と4と8だから一気に訳文できるか。4でできるよね。なので、ここ消える。まあ1だね。で、ここが2になる。で、ここが3になります。こうやって同時に訳文するのは OK。で、次文字いくと、x の2乗、x の3乗、xy の2乗です。で、もしこことここだけなら、x の2乗で訳文できるけど、ここ x2 個ないから、x1 個しか訳文できないんです。一気にやるには。だから、ここの x1 個消える。で、ここは1個消えるから2乗に変わります。で、ここは1個消えるから x の1乗になると。で、あともう訳文できないので、あとは書きます。で、一応丸つけてみるかい。3と x。ここは x2 乗と2と y の2乗が残ってる。だから、下は 3x が残ってるんで、あ、ごめんね、青でやるっつったのにね、俺。これ赤で打っちゃった。失礼しました。3x 分のここ、x の2乗です。だから、x の2乗。で、後ろがプラス 2y 2乗だね。となって、これで答えになります。だから、最初にも言ったように、もちろん上をね、くくり出してて構わないんだよ。それで訳文しても全然いいんだけど。まあ、こんな風に考える人もいるんだよぐらいで覚えておいてください。じゃあね、色を完全に失敗しましたけど、次青でいきましょう。で、次はね、これと同じように分母と分子、因数分解できないかなって考えます。で、これも公式だね、思いっきり。で、まず分母からいこうか。3乗引く3乗です。x の3乗引く1の3乗だからね。で、3乗引く3乗の公式を使うと、x-1 で、x の2乗、ここプラスだね。プラス x プラス1になります。ね、これ公式。で、上は2乗引く2乗です。まあ、中学校で習うやつだね、公式。だから、x プラス1、x マイナス1となります。で、上下両方展開じゃない、因数分解が終わったと。そしたら、上と同じで、カッコとカッコは掛け算でつながってるから、同じものがあるから消して OK です。いいね。もちろん斜めでも OK だからね。で、消すと。だから、残ったやつを書きます。で、それを書くと、またカッコね、外しちゃって大丈夫なので、下が x2 乗プラス x プラス1分の x プラス1と。いいね、こうなります。まあ、こんな感じでやってみてください。で、いっか、赤できたからね、ここも赤にしよう。で、次、計算します。計算。で、今回、x マイナス1分の x かける 3x 分の x2 乗マイナス1となってます。けれど、基本的な考えはこれと一緒です。一緒。で、どう考えるかっていうと、分母と分子を見て、因数分解できるとこないかなって考えるんです。で、今回、ここできないね、どう見ても。で、できない、できないんだけど、ここができるんです。右上が。で、一応これ書いちゃうか。これと同じだもんね。だから、x プラス1、x マイナス1になります。で、板書のね、関係多分入らないんで、ちょっとここで訳文していいかな。で、結局掛け算だから、分子にあるものと分母にあるものは訳文ができます。これは、小学校とかでやった時の5分の4
かける例えば7分の10であったときに、こことここって約分できるでしょ。それと同じです。こことここを約分 OK です。なのでよいしょ、こことここを消します。で、そういうちょっとこれもあのね、因数分解してるから消しちゃおう。で、あとはもうできないので、残ったものをあとは書きます。あ、嘘、ごめんあと X と X が消せるね。で、あとはないから残ったものを丸つけると3が残る。で、あとはこれか、これが残ってるので答え3分の括弧は外しちゃいましょう、 X プラス1と、これで OK となります。いいね。だから因数分解ができるとこ探してやって、あとは約分っていう感じで、右側も同じです。で、これは因数分解でいいとこ超多いんだよね。で、これはね、どうしようかな。でも場所入らないと思うんで、ちょっとここで書かせてください。まず、上からいこうか、ここ。これね、因数分解すると、x マイナス3と x プラス2になります。いいよね。ちょっとやったんで消しちゃいますね。わかんなくなるから。で、ここです。これ注意してね。これ地味にできるから。これ何ができるかっていうと、x でくくり出せます。出すと x プラス1が残る。はい、消します。で、これまた出てきたね、2乗マイナス1なんで x プラス1 x マイナス1です。消します。で、これ x マイナス3と x マイナス2か。ほい、4箇所全部終わりました。じゃあ、あとは探すのみということで探していきます。で、どっからでもいいんですけど、マイナス3、マイナス3あるね。消しましょう。あとは、プラス1とプラス1があるね。で、これで終わりかな。よし、じゃあ、あとは書いていくと、今回は、一番つけるか。X。まずね、分母に関してはこれが残りました。で、これは、わざわざ展開しなくて大丈夫です。X、カッコ、X マイナス2で、これで OK。で、分の、これとこれが残ってるんで、これも展開しなくていいです。括弧のまんま x プラス2、そして x マイナス1と、ね、これで OK となります。いいかな。なので、こんな感じでまず因数分解できるところを探すと、で、そしたら分母と分子で約分しに行くといった感じで、ぜひ解いてみてください。で、例えばここが割り算の問題もあります。で、割り算になったら、これも小学校の時にやったまんまで、割り算の後ろの分母、分母と分子ひっくり返すだけだから、それをひっくり返して同じようにやれば解くことができますので、そんな感じでやってみてください。じゃあ、今回は高校数学数2の分数式の計算丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このね、分数式の計算結構続くんですよ。シリーズになってますので、またね、次回の方丸にやりますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。